2018年9月3日午前、日本の霊運院国際禅交流友好協会から30数名の一行が台北市神戸宮を訪れ、宗教交流を行いました。この度の宗教交流活動は、妙心寺霊運院の則武周南老大師率いる日本臨済宗妙心寺派の各院長老の来訪という特別な因縁を感じさせるものでした。神戸宮の陳玉根董事長及び役員一同が出迎える中、則武老大師と各院長老、法師の一行は正殿にあたる母祖殿に足を踏み入れました。2011年にも則武老大師率いる一行が神戸宮を訪問し、観音菩薩像一尊を寄贈していますが、こちらは現在に至るまで観音仏祖殿に祀られ、多くの信徒が参拝しています。則武老大師を迎えるにあたって、7年前に献納された観音菩薩像をあらかじめ内殿に迎え入れました。則武老大師は母祖殿の内殿に入ると、観音菩薩に向かって朝礼し、陳董事長と同行していた法師たちに、この観音菩薩像にまつわる因縁を説いてくださいました。健康と礼拝が終わると、盆梅の荘厳な雰囲気の中、宗教交流活動が幕を開けました。経典の読授の後、陳董事長が神戸宮を代表して、則武老大師にガラス製の天井聖母像を贈呈し、則武老大師の愚法の精神に敬服の意を表しました。続いて、則武老大師からの返礼があり、老大師直筆の書で、日本の禅宗修行において最も成功している禅の字の寄贈と金品の寄進がありました。式典が終わると、この度の宗教交流を記念して、霊運院国際禅交流友好協会の一行と神戸宮の役員一同で記念撮影が行われました。その後、加増ビルの最上階を訪れ、まずは御仏殿のビルシャナ仏の前で、
敬虔な心持ちで経典の読授がありました。続いて3階の三聖殿を訪れると、金碧気候、ガラスが美しい光彩を放つ正常で荘厳な空間が広がり、後々まで見る者の印象に残る光景となっています。台北市神戸宮は天上聖母を主神として祀り、菩薩と観音菩薩を通じて仏教信仰の断りを得得し、経典の説く慈悲と知恵を日常の信仰生活の中で実践してきました。最後に三聖殿で交流座談会が執り行われ、来賓の紹介と交流を通じて関係も深まり、和やかな雰囲気の中でこの旅の宗教交流の幕を閉じることができました。